持ってくんだな。すまんな。エリー、使えそうなものを探せ。はいはい。やり方知ってるの？ああ、ヘボだが。やってみたかったんだ。おい、ボビーフィッシャー、チェス盤には触るな。ボビーって誰？気にするな。いいのか。ああ、エリー、行くぞ。ドア閉めてくれ。分かった。別の建物に移る。上だ、急ごう。俺から離れるな。こんなことになるなんてな。あそこでほっとけばよかった。冗談じゃなかったんだ。ああ、個性的だろ。こっちを見てもいいか。何でも好きに。ああ、何でも持ってけ。どうも。何に巻き込まれたんだ？テスはどうした？仕事だよ、単なる運び屋。荷物は何だよ？まさかこいつ？死ねば。お前気は確かかよ。ムカつく。それでどこへ行く？別の隠れ家だ。武器がたくさんある。え、みんなで修理しないの？みんな、お前に直せるのか。メール、よせ。必要な部品は町の反対側にあるんだ。感染者がたくさんいて、普段は近づけない。だから銃がいる。始末し忘れてただけだ。安心しろ。で、テスのこと答えなかったよね。いつも一緒だと思ってた。忙しいんだ。忙しいか。俺に比べまるで天国みたいなもんだな。ああ、そうだよ。わあ、ひどい。さあ行こう。
ねえ、この辺の車は直せない。感染者だ。あっそう、弾を込めろ。逃げろ。倉庫から物資を全部持って東のフェンスに行くにはざっと見積もっても。ああビル、ジョエル、こっちだ。さあ行け。よくこんなところに住もうと思ったな。感染者は危険だが行動は予測できる。普通の人間の方が怖いね。それを理解すべきだな。どういう意味？なんでもない。感染者は来ないだろうな。鍵を持ってないからな。どっちだ？こっち、地下室だ。よし、こっちだ。よし、ここだ。お前は何も触るな。ドア閉めてくれ。始めよう。ダメだ。え？銃がいる。お前はいい。ジョエル、自分の身は自分で守れる。ダメだ。とにかくここにいろ。わかった。黙って殺されろってことよね。人生最悪の仕事を引き受けちまったってか。そうかもな。自殺行為だ。テスがよく OK したな。テスが言い出した。本当か？もっと賢い女だと思ってたぜ。まあいいか。あのガキは拾った場所に捨てちまうんだな。そんなに簡単じゃない。じゃあほっとけ。一人で生きてくさ。一つ教えてやる。昔はな、俺にも大切な人がいた。まあパートナーだが、面倒を見てたやつさ。だが今じゃそんなものを持ってるやつから死んでいく。じゃあどうするか。頭を使ったね。一人の方がいいと気づいた。ビル、
そういうことじゃないんだ。いや、そういうことだよ。おい、入り口でお前に何て言った？何て言った？ちょっと、これを片付けただけだってば。何も触るな。クソガキが、あんなガキの相手してるとお前もいつか偉い目に遭う。ナービル、いいからとっとと終わらせよう。ほら、とっとと終わらせようぜ。よし、先へ進む前に見せたいものがある。なんだ？新しいおもちゃだ。これは手製の爆弾だ。よく注意しろ。近くで爆発したらバラバラに吹っ飛ばされるぞ。ああ、もう見せてもらったよ。ショットガンと爆弾はあるが、これでどうするんだ？何週間かに一度、軍のトラックが町を通る。物資を調達するためなんだろうが、驚くほど見落としが多いんだ。とにかく、数ヶ月前、トラックが大量の感染者に襲われた。トラックは囲まれ、高校の校舎に突っ込んだ。まだバッテリーもあるはずだ。バッテリーだけ別の車に入れるんだな。そうだ。あの辺は感染者が多いから行くのは危険すぎる。でも行くぜ。車がいるんだろ。壊れてたら？いや、戦車みたいなトラックだ。問題ない。行けるかもな。作業できそうだな。マシになったな。おいガキ、勝手に触ったら。知事、本当に。ジョエル、しっかりお守りしろよ。分かってるよ。いいところだな。懺悔したいことがあったらここを使っていいぞ。
よし、一丁やるか。エリー、ほら見ろ、学校だ。さてと。いいか、よし、行ってみよう。やだ。おい、そんなもの見なくていい。はいはい。じゃあ好きにしろ。この門から向こうは未知の世界だ。わかった。ねえねえ、聞こえた？静かに。クリックだ。ああ。you
終わった。お疲れ。まだ油断できない。鍵がかかってる。待て、鍵を持ってる。音を立てないようにしろ。落ち着け。確かにここはひどいな。
これはどう？こっちだ。向こうで繋がれてる。ここから行けない？犬用のドアか。ジョエル、どうするんだ？気をつけるんだ。いいか？もちろん。銃を持たせてやれよ。よしてくれ。部屋の中にクリッカーがいるみたい。くそ、俺たちが見えてない。かがんでろ。自動車の上から向こうへ渡る。今なら安全だ。さあ早く。
もう大丈夫だ。今は全くとんでもねえ。噛まれてないよな。うん、大丈夫。みんな大丈夫だ。進もう。手貸してくれ。ねえ、ちょっといい？ああ。その、ただ謝りたくて、テスのこと。それだけ、もう言わないよ。エリー、そのことは心配するな。行こう。ええ。見えるな。あのトラックだ。学校に突っ込んでるだろう。行くぞ。音を立てるなよ。
走れ。楽だった。きっとまだどっかにいるぞ。よし、慎重に行こう。どうやって中に入る？バスの上にはしごがある。持ち上げてよ、下ろすから。上で殺されんなよ。どうも。大丈夫だ。ボンネットのとこまで行ければいい。クソ、聞いたか。来るぞ。急げ、ほら。よし。全速力だ。バッテリーを手に入れたらすぐ繋がろう。まずいよ。あいつらフェンスを越えようとしてる。もうすぐだ。さっさと先に行け。ジョエル。くそ、早くしろ。まずい。ビル、急げ。これを動かそう。もう終わったか。体。え？何もない。ちょっと。どうする？あ？どうするんだ。とにかく逃げる。おい、逃げるぞ。来い。入ってくぞ。じゃあ裏から出よう。二人ともついてこい。俺が先導する。分かった。Ah!
出口がある。やつの脇を向こう。生きてるぜ。この廊下の先に道がある。手を貸してくれ。よし、行くぞ。もう一回。よし、まだ来るぞ。ドアを塞ごう。長くは持たんだ。まずいぞ。まずい。あれ一体何なの。ヤバいぞ、フローターだ。え、何？エリン隠れてろ。俺がやる。エリン、いいから離れろ。
行かないと。反戦者が周りにいてるところだぞ。あのでかいのは何？感染して時間が経ったやつだ。ブローターって呼んでる。ブローターね。なるほど、わかった。生物の授業を邪魔してすまないが、さっさとここから出ないか。な？観客席に登ろう。持ち上げてくれ。さっさと登ろう。よし、行くぞ。よし、来い来い。ジョエル、後ろ。まだいるのか。くそ。あと一匹だぞ。とっととやっちまえ。後ろだ。ルルルルルル。もうこいつら大嫌い。よし、仕留めたな。上がれ。よし。こっちだ。さっさと行こう。こっちにまたはしごがあった。進め、俺も行く。ちょっとあっちの方調べてくれよ。ビル、同じことを考えてるやつがいたってことだな。別の手はあるんだろ。命が助かっただけ感謝しろ。別の手なんてない。さっきので出尽くした。テスに伝えろ。こんな仕事を押し付けて。テスは関係ない。何様の話はするな。これはなんだ、知り合いか。フランク。誰だそいつ。俺のパートナーだ。あんなダサいシャツを着るのはあいつしかいない。
噛まれてる。ここと、あと。じゃあ、人を自分じゃなくなる前に。ああ、そうだな。バカなやつだ。こんなのがあった。ガソリンもある。俺のバッテリーじゃねえか。あの野郎。降りろ。早く降りろ。なんだよ、ったく。バッテリーは消耗してるが、まだ使えるが。つまり押してスタートさせればオルタネーターがバッテリーを充電する。本気か。別の手がいるんだろう。これがそうだ。どうする。押すからお前が運転しろ。これ俺のじゃねえか。じゃあお前、俺のものを取って逃げたのか。フランク、家を調べてみろ。使えるものがあるはずだ。そうしよう。じゃあそっちが終わったら教えてくれ。もちろんだ。いいか、ビル、こんなものを見つけた。お前に渡しておく。そうだったのか、フランク、バカ野郎が。バカすぎる。さあ行こう。大丈夫そうか。うん、大丈夫。よくやってるぞ。それだけは言っとく。心配しないで。